めんどくせえ。失礼します。遅かったな。大体の報告はこのハマルから聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのは、チームワークと根性だ。修行も三人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってはいきなり影分身で三人になれたし。フートンにライトン、最近はスイトンだって。このハマル。お前いつもこいつに何教えてる？いや、俺のこと知りもしねえで、先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな。それより、父ちゃんとして大切な日だろ、今日は。ひまわりの誕生日まで忘れたら、俺が許さねえ。失礼します、七代目。片付けか。科学忍具班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中忍試験に我々の科学忍具の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく、忍術の幅も広がりますし、パフォーマンスとしても。ダメだ、中忍試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか、失礼しました。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。おい、ボルト。頭が。ボルト。あんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ。中忍試験の告知聞いてないでしょ。中忍試験。このハマル先生が
僕らのことを推薦してくれてるらしいよ。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任試験で見せつければいいじゃない。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね、確か。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって。分かったよ。出りゃいいんだろ。出りゃよ。チッ！ってあんたどこ行ってんのよ。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの。今日は大事な用事があっから家に戻らなきゃいけねえんだよ。修行はまた今度だ。大事な用って。あ、誕生日。
ただいま。おかえりなさい。よ、わかってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。うん。影分身。バルト。なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりにはもういいや。まさか今さら帰ってきても遅いんだよ。くそーや、じ、あ、そのすいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。名は渦巻ボルト。ボルト、どうしたの。あ、もしかしてサスケくん。ナルトはいるか。まだおかげ室だと思うけど。そうか、邪魔したな。かっけえ。はあ、やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか。いや、ていうかその質問は俺の方だ。何があったんだ。お前が帰ってくるってことは。これは、かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。追っては。この巻物は解読に回す。
そういえば、お前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや。あいつは、どちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは、昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし。おい、ボルト。ん？なあ。さて。むむむ。ん？よし。うんうん。
おいおい。頑張って。おいおい、ここらで待ち伏せだってばさ。今だ！あ、あれ？うわ！すげえ！けどまだまだ！開始。どんなことよいか見せてもらうってばさ。なんとか言えよ。アリウスの手をつらえ。そこか。アリウスの手をつらえ。よっしゃ。ことで諦められっかよ。
無駄だ。こいつを使うか。なんだ、しかして手加減されてんのか。ここだ。眠るわけにはいかねえ。俺はまだやれる。ほう。こいつを使うか。ここだ。これも体だ。そこか。無理。こっちだ。こっちだ。やっぱこのおっちゃんは強え。この人なら。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすんません。実は、おっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それで、その、お願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？え？それもできないで弟子はないな。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。
くしょ、割れねえ。ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ、これ。まあ、俺もやる気が出てきたというか。とにかく、今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。